まさかの八野さん。<laughs> お客様の声ありがとうございます <laughs>。あの、これ勝手に使わせていただきます <laughs>。勝手にあの使わせていただきたいと思います。あと、あの、目、うんあと大阪と、えー、福岡か、ありますんで、はい、こちら、あの、大阪と福岡来た方がいいよっていう煽り動画に使わせていただきたいなと <laughs>。まあでもね、僕あのね、これちょっと余談なんですけど、 まああの新年会始まる前にですねまあ、僕は風邪をひきましてあの新年会をピークだったと思うんですけどまあそこでちょっとね頑張って僕なりに頑張ったんですけど <laughs> まあやっぱねリバウンドしましたね今日 <laughs> 結構きつかったですね、うん、まあでもだいぶゆっくりしたんで、うん、あれですけど まあ、あの感想いただきましたけれどもあまあそう多分やっぱ自分でやっぱ気付くっていうのが非常に大事なのかなっていう僕もですね、あのー、うん気付くというか僕の場合はありがたいことにその普通のお客さんってこういうその場に来ないと。 その実際に稼いいいででる人とかかの交流ってななじゃないですか僕の場合はいろいろ本当に稼いでる人たちと普通に交流してジョイントとかずっとしてきてるのでだからその稼げてる人は何をしてるのかっていうのがそのありのままの事実をねこうねそのおもちろんその今回は熟成さんとこうでしたけどそのジョイントしてるその稼いでる人とお食事するとかで仕事の話するとか、まあまあ、ずっとこのやってきたわけなんですけど。 まあ結論やってるんですよねだからそのやってるっていうことを冊子とかで生でこう聞くともうそれ以外ないじゃないですか事実がだからそれ以外ないんであもうもうもう,もうやるしかないなってなるんですよでもこれがその冊子とかじゃなくて生で冊子でこうじゃなくてネット上のやっぱそのコピーとかだけのその情報ですねその情報だとうんやっぱそっちに行っちゃうというか なんかそこ真実はないんですけどやっぱ表面的な部分じゃないですか、うん、だからまあうーんそううんそこにまあ気づけたっていうのはまあ一つの、うん、あれなんじゃないかなと思いますねみんな気づけないんですよ気づけないしなんとなくなんですよなんとなく、まあ、そ言われればそうかもしれないですけどっていう話でなんとなくなんですよでもリアルでこうあったりとかすると うん、そまあもうそうそうそうあもうそうなんだっていうあとで稼いでる人が全員同じこと言ってたらもうそうなんだって思うしかなくないですかっていうかそうそういうもんだっていうでもこれがインターネットの、ね、キャッチコピーとかになっちゃうと最速で億万長者ですみたいになるわけですよ <laughs> う、うん、なんかこれはね非常に大事な自分でこう気づけたっていうのはね非常に大事なあとこで持ち帰っていただいてよかったかなと思いますはいということでまあ これからも頑張ってくださいまた何か結果報告とかお待ちしてますんではいわざわざあの新年会の感想を送っていただきましてありがとうございます。